皆さんこんにちは、写真家の成沢です。この間ペルセウス座流星群の動画をアップしたんですけども、その時にどこに行ってみればいいかっていうのを説明しなかったなって後になって思いまして、流星群って言ってもね、どこでも見れるわけじゃないですから、ちょっと触れておいた方がいいなと思ってですね、 Twitter とそれから YouTube のコメント欄に翌日動画アップしますよっていう風に書いておいたんですけども、でメインは私がどうやって星空撮影地を選定してるかっていうところからが切り口になるんですけども、どこに行けば星空が見えるのかっていう、まあ、一つの目安として参考にしていただければと思います。それではですね、今日はパソコンを見ながら早速やってみましょう。おっと、その前に皆さんに光害っていう言葉についてしていただこうと思います。光害っていうのは街明かりが強すぎて生態系などいろいろなものに影響を与えてしまうっていう環境問題のことを指します。光害、光害っていうふうに言われたりするんですけどね。星空に関して言えば街明かりが明るすぎて星が見えなくなるっていう、まあ、これが光害による影響ですね。星空を楽しむ時には月明かりと街明かり、この2つクリアしないと綺麗な星空って見れないんですよ。まあ、月明かりは、月齢カレンダーとかね、月齢のアプリとか最近スマホでも調べられますけど、街明かりはどうしても移動しなきゃいけないっていうことが多いんですよね。じゃあどのぐらい移動すればいいのかっていうことの目安を今日はお話ししたいと思います。星空を見る場合は、基本的には自分のいる場所は暗い、これ自分のいる場所っていうのは、自分が立っている場所に大きい街灯がないっていうことと、あと自分が見ている空が暗いっていうのが必要になってきます。この2つをクリアすれば星を見ることができる。で、撮る場合はレンズを向けた先の空が暗いっていうことも必要になってくるんですね。まあ、自分がいる場所が暗い、自分がいる場所の空が暗い、それからレンズを向ける先の空が暗い、まあ、この3つが、まあ、見るにしても写真を撮るにしても必要になってくるんですけども、その点をですね、中心にお話ししたいと思います。まず自分がいる場所が暗いっていうことを調べるときに便利なのがこのサイト、光汚染マップというサイトがあります。で、このサイトを見ていくと、何やらこう日本の地図があって、世界地図でこう何やらこう記してありますね。これあのグレーのところは光害がないところ、空が暗い場所になります。で、この赤とか黄色になっているところは光害がある場所っていうことですね。で、日本はここなんですけども、日本はですね、狭い国土に人口が密集しているというですね、光害が多い国になってます。まあ、それでもお隣の韓国とかよりはだいぶマシですけどね。この北朝鮮の暗さがすごいですよね。例えばこの関東を中心に見てみましょう。もう私が住んでる関東ですね。この白いところはもうめちゃめちゃ明るくてですね、なかなか星見るには難しいところですね。本当に一等星とか二等星とかそういう明るい星しか見えない地域になります。で、赤い部分もやっぱり明るいんですね。黄色、緑、青、それから灰色、グレーですかね、になるに従ってどん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 こう空が暗くなっていくっていう目安になります。まあ、これをもとにしてですね、空の暗いところに行けば、例えばこのグレーとかね、青いところに行けば自分のいる場所が暗い、自分のいる場所の空が暗いっていうことがわかるんですけども、そうは言ってもすごい遠出しなきゃいけないじゃないですか。じゃあどの辺から見えるのかっていうとですね、例えば富士山と星空の写真って結構見たことある方多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ、見たことない方のためにこういう写真なんですけども、この富士山と星空の写真をもとにですね、富士山の光害状況を見てみると、
黄色からグリーンに差し掛かるエリアっていうことですね。ですからまあこの光がいマップを見てですね、この黄色から緑に切り替わるあたりから星空が見えるようになるんだなっていうふうに思っていただければいいと思うんですよね。まあ、星を見るときっていうのは基本的に自分のいる場所が暗ければいいと思うんですよ。空を見ますので。で、写真を撮るっていうふうになるとですね、それにプラスしてレンズを向けた先の空が暗いっていうのが必要になってきます。例えば、まあ、この辺の黄色いエリアにいて、東の空を狙ったとすると、東側にはこの大きい関東平野の光がいがあるじゃないですか。この光がいが邪魔して、この黄色い、例えばこの辺からですね、東側を狙うと、空のですね、下の方がふわーっと明るいですね、星が全然映らない写真になっちゃうんですよ。で、どのぐらいじゃあ離れればいいのかっていうと、この左下にこれ20キロって書いてますけど、だいたい目安としてですね、この赤い縁から20キロ離れると星が撮れるような環境になってくるんですけども、これも一概にそうとは言えなくて、まあ基本的にこう東京とか大阪とかね、こういう大きい都会があるところ限定なんですけども、ただ単に20キロ離れても標高の高い場所から写真を撮ったりするとですね、関東平野の光害と自分とをこう遮るものがなくなっちゃって、もの光害を浴びることになるんですよ。まあ、こういう写真な感じで標高高いところに行くと逆にこう光害をもろ受けたら浴びちゃったりするんですよね。光害と自分との間にこう山とかがあるとね、ちょうどいい感じになるんですよ。で、まあ理想的なのはレンズを向けた先が海っていうのがまあ理想的だと思うんですよ。例えばこの伊豆半島ですね、まあ多少光害がありますけど、この伊東よりも南に行くとだいぶまあ暗いんだなっていうのがわかります。で、この例えばこの辺で撮影をすると、自分がいる場所も暗いし、レンズを向ける先も大した光がいかない、東も南も、西はちょっとね、静岡の焼津とかの光がいがあるので西はちょっと明るい場所になるんですけども、南とかね、東に関してはすごい暗い環境が整ってるんだなっていうのがわかります。まあこれ、このマップを使ってですね、どの辺がじゃあ暗いのかなっていうのが大体わかるわけですね。じゃあ、実際もうちょっと細かく行ってどこに行けばいいのかっていうことを考えたときに、ここからはこう普通のマップを頼りにやります。これ Google マップっていうサイトを今見てるんですけども、さっきのね、光害マップとこう照らし合わせると、一つわかることがあるんですね。この緑色のところですね。ここは山ですよね。で、この緑じゃないところ、この辺は人が住んでるところってことなんですけど、だいたいこの人が住んでるところはもう光害がやっぱりあって、この緑色のところが光害が少ないんだなっていうのはこれと照らし合わせてわかるわけですね。で、ここから検索するんですね。キャンプ場。こういう光害が届かないところにあるキャンプ場とかダムとかで、まあこうやって動かすとこのエリアを検索ってできますので、これクリックするとこのエリアの中でまた探してくれますから、まあこういう暗い場所にあるキャンプ場とか、あとは、ダム駐車場っていうふうに検索すると、まあ、出てきました。ダムのある駐車場ですね。まあ有名なところで、この奥多摩湖のダムサイトパーキング、これおごうちっていうんですけどね、これね、こういうところに行けば星を見るには十分で、でどういうとこなのかなっていうと、こうやって最近はね便利でね、こうやって Google ストリートビューで現地の様子がこうやって見えますんで、あ、こういう場所なのねっていうことがわかるわけですね。ちょっと戻ります。はい、で、できれば、こういうねトイレがあるところがいいですよね。トイレ、あとここもですね、ここも大きい駐車場だけどトイレあるのかなって見えるわけですね。こうやってあ、トイレあるわっていうのがわかるんですね。で、ここを押すとこう、北になります。北が固定になりますんで。で、こういうふうにですね、
光汚染マップと、この Google マップのマップ情報を探していくことで星空を観察するのに適した場所っていうのが見つけられると思います。私がその初めて星を見る人におすすめなのはこういうダムの駐車場だとか、あとはキャンプ場ですね。郊外のキャンプ場はだいたい空が暗いので、あとはまあ湖とかですね、湖とかなんとか高原とかね、そういう名前のつくところがだいたい空が暗い場所になります。割とこれ地方に行くに従ってトイレが少なくなるっていうね、そういう困りごとがあるんですよ。ですのでもしまあそういうトイレがないところに行くときは、まあ、事前にね近くのコンビニでちゃんとおトイレを済ませたりとか、まあ、最悪ねこう簡易トイレというか、まあ、そういうものをこう用意しておくといいのかなっていうふうに思いますね。基本的なこう撮影地の探し方としてはまあこういうもので問題ないですけど、もう一個ですね、 Google Earth っていうねこういうサイトがあるんですよ。これを使うともうちょっと詳細な撮影地が選べるようになると思います。例えばまあ Google マップで静岡のね北側、ここでいいところないかなってこう探しますね。例えばこの元気村駐車場ってあるじゃないですか、ここ結構レアな撮影場所とか選ぶとこのストリートビューも使えなかったりするんですよ。でそういう時にですね、やっぱ気になるのはこう山で囲まれているのか開けているのかっていうのが気になるわけですよね。そういう時にこの Google Earth を使ってですね、同じく元気村駐車場をやると、ここにありますね、はい、こういう風にここは元気村の駐車場だよというふうに教えてくれるんですけども、今これ 2D で見てるんですけど、この右下の 3D っていうボタンを押すとですね、こういうふうに見れるんですね。この山の高さとかなんとなくねこう分かるようにしてくれるんですよ。でこう見る限り周りに高い山とかあまりなくこう標高の高い場所にあるんだなっていうのが分かりますよね。ここは空が広く開けている場所なんだろうなっていうのがこれでわかるわけです。もしくはインターネットでね、朝日高原元気村星空っていうふうに調べれば、あ、天体観測イベントやってるわとかね、で画像を検索するとこう星の写真がいっぱい出てきて、もう実際にここで星を撮ってたり見たりする人がいるんだなっていうのがこういうふうにわかるわけです。まあ、光汚染マップ、それが Google マップ、それが Google Earth っていうのをこう3つ使い分けてやっているんですね。で一番初心者の方に一番おすすめなのは、まあ、自分が、住んでる地域で、星空とか、天体観測とか、そういうので検索してみるっていうのがいいと思います。で、ね、やっぱりこう都会に住んでる方、まあ、東京、それから名古屋、大阪とか、まあ、こういうところですね、あと福岡とか札幌とかの人もそうですけど、1時間2時間はね必ず移動しなきゃいけない感じなんですよ。ちょっと移動が大変ですけども、素敵な星空観察場所を探していただければなと思います。初心者の人におすすめなのは、最初はその有名な星空撮影地だったり観測場所だったりっていうところに行くのがおすすめです。まあ、さっきのおトイレ問題もありますけども、いきなり素人の人が真っ暗なところに行って、光が一切ないね真っ暗なところに行ってそこで星を見るのって結構ハードル高いんですよ。怖いんですね。やっぱり周りにはこう野生動物とかもいますから、まあ、私なんかはね、Bluetooth スピーカーとか持ってって、スマートフォンからこうで音出してですね、自分がここにいるよってのを知らせたりするんですけども、野生動物とのその関わりとかもありますし、まあ、近隣住民との、マナーの問題もありますし、有名な星空撮影地とかに行くと、大体人いますから、何人かもう自分たち同じように星空楽しんでる人たちがいた方が、怖くないんですよね。ですのでそういう場所でとりあえず行ってこう慣れながら、何度か撮影とか観察とかをこなして、まあ、そうしていくうちに、あ、こういう条件だったら
こういう風に撮れるんだっていうのがなんとなく分かってきますから、まあ、単純に星だけを見たいとか、あとは天体写真を撮る人は空が暗ければいいので決まった場所に往復で行くことが多いんですけども、星系写真を撮る人っていうのは景色と風景常に違うものを求めていきますから、その都度その都度フィールドを変えていきたいなって思うわけですよね。そういう場合の撮影地の探し方っていうのはやっぱりそういったですね、星空撮影地ならではの勘どころをつかめるような経験を積んでいかないと難しいっていうのがあります。ちょっと奥深い山道とかだと豪雨の影響で道路がもう土砂崩れとかで埋まっちゃってて、で人のね生活圏にないところってあまりそこ治ってないんですよ。ですから、そういったちょっと山深いところに行くときはですね、そういった土砂崩れがないかっていうことを、まあ、事前に電話とかでね、インターネットとかで調べてもいいですし、十分にですね気をつけて撮影地に行っていただければなと思います。あとちょっと宣伝になるんですけども、私が出しているこの星空撮影塾っていう本がありまして、この中でこう星空撮影スポットっていうのをいくつか、さっきの光以外の話とか、それからこう撮影場所こういうところがあるよっていうのをなんとなく紹介している部分があります、まあ、それと星空撮影地105選っていう本を監修させていただいてて、写真コンテストに応募した方々の写真がメインの本になってるんですけども、この中でですね、どこどこのどこで撮ったよとか、駐車場とかおトイレがあるかどうかっていう情報がですね、この本にあらかた載っています。まあ、大体有名な場所ばっかり載っているので、初心者の方はこういう本もありますから、参考にしていただければと思います。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。